はい、どうもこんばんは。朝から、雨が降っておりますということで、で今日なんですけど、のしきちゃまさ、悪いのって首だけじゃないの？もしかして頭もいかれちゃった、ついに。お前さ、俺に連絡してくれれば、ただでさ、相談には乗ってやるんだけど、そう、話ぐらいは聞いてやるんだけど、解決すると思うよ。でさ、あと言いたいのは、俺の勝手な、思い込み、まあ思い過ごしであってほしいんだけど、俺、昨日の動画の最後に、よしきちゃまのネタ特にないんだよねって言ったのね。で、できればこの際ね、派手に炎上しちゃってよみたいな、炎上しねえかなみたいなことをまあ動画で話したんだけど、動画見てる？見てないよね。俺、昨日の動画を投稿した後にね、お前さ、2、3時間後にさ、まあこの後紹介するんだけど、あのポストだわ。3件ぐらいさ、ポストしてたよね、あの内容で。で、軽くさ、ボーだよね。まあ、俺のね、勝手な思い込みだと思うよ。はい、ということで、今日なんですけど、はい、もちろんあの話題です。まあ皆さんも、まあ気になられてる方多いと思うんで、まああの話題、紹介していこうと思います。で、まあツイッターを、まあやられてる方は、まあご存知だと思うんですけど、まあ知らない方もいらっしゃると思うんで、まずは、こちらをご覧ください。はい、こちらのグループ、ご存知じゃない方いらっしゃいますか？あ、僕ですか？まあ僕知ってるって言いましても、XY っていうグループ名だけですよ。そう、アーティスト名だけですよ。そう、XY の、バンドグループの誰とかさ、そう、ダンスボーカルグループの誰とかさ、そう、全然区別がつかない。もちろん名前も知らない。ね、僕のような方も、まあ、いらっしゃると思うんで、まずはこちらの XY っていうグループを、まあ、ちょっと調べたんで、読んでいこうと思います。音楽界の、カリスマ、YOSHIKI と、世界基準の、スペシャリストが、ワールドスターを、発掘するべく、指導した、ボーイズグループオーディションプロジェクト、YOSHIKI、スーパースター、プロジェクト X、日本から、世界に通用する、次世代の、ボーイズグループを、作るべく、YOSHIKI プロデュースにより、2022年、2月27日から、同プロジェクトは、始動、翌、2023年、2月の、28日、日本テレビ系、朝の、情報番組、スッキリで、デビューメンバーが、発表され、YOSHIKI、書き下ろしの、クレイジーラブを、初披露したっていうことで、まあ、クレイジーラブっていう曲で、メジャーデビューした、ね、XY っていうアーティストになります。で、次に、こちらをご覧ください。XY って13人いるんですよ。そう、13名いまして、バンドグループとダンスボーカルグループに分かれてるんですよ。で、まずは、バンドグループ、見ていこうと思います。偉そうに話してますけど、僕も昨日まで何も知らなかったですから。で、まずバンドグループなんですけど、メンバー5人ですね。そう、ツインボーカルに、ギター、ベース、ドラムの、5名になります。で、次は、ダンスボーカルグループですね。はい、残りの8名です。で、僕は、まあ、全員の名前が、読めないんで、まあ、後で調べておこうと思います。で、次に今 XY が、リリースされてくる、見ていこうと思います。まあ、去年の、まあ、2月の28日に、結成されました。で、去年と、今年に、リリースされた、曲になります。まず去年が、XY、フューチャリング、ヨシと、クレイジーラブ。で、今年が、YG と、ゲット、シューピッド。で、よろしいでしょうか？よろしいですよね。はい、ということで、気になる方は、まあ、YouTube チャンネルもありますし、まあ、YouTube で、まあ、検索かけていただければ、すぐ出てくるんで、聞いてみてください。で、まあ、次に紹介するのは、3日前の、YOSHIKI ちゃまの、ポストになります。はい、まあ、英語は読めないんですけど、楽しみに、していますと、Crazy Love、手越優也、バージョン。11月の、29日火曜、今日なんですよ。まあ、今日って言っても、もう明日みたいなもんです。深夜、24時59分から、YOSHIKI、スーパープロジェクト X、シーズン2が、放送開始、スタートいたします。で、YOSHIKI プロデュースの、XY に、手越優也、加入いたしますと。ね、何日か前にこのチャンネルでも、紹介したと思うんですけど、手越くんが XY に、加入することになりました。
で、次に、こちらのポストをご覧ください。はい、これも3日前なんですよ。XY の、メンバーにとっても、今回の件が、どれだけ素晴らしいチャンスなのか、わかる人には、わかると思うっていうポストなんですけど、天星くんが、XY に、加入しますと、ね、吉木ちゃまはポストしてるんですよ。で、その後に、この内容のポスト、してたと思います。で、次に紹介するのは、ね、ここから問題なんですよね。ですよね。はい、見ていこうと思います。はい、数時間前、3時間前ですね。メンバーへ、このメンバーへっていうのは、XY のメンバーのことです。自分は、ファンの気持ちを、考慮して、XY の、プロデューサーを、辞めることも、視野に入れています。みんなにとっての、ベストの、状況を、望んでいますと、ね、このようなポストもありました。で、あと2件ですね。はい、これ申し訳ないんですけど、下の方から、読んでいこうと思います。今回の、発表を行うにあたって、2つの、大きな約束を、関係者に、破られた、追って、話してもいいけど、メンバーの、成功と、幸せを、祈っている。自分は、今、目の前にある、仕事と、リハビリに、集中すると。で、上の方を読んでいこうと思います。自分は、XY の、契約メンバーを、減らすように、言われてた。自分としては、13人が、必要だと、何度も言った。多分この話は、メンバーも、知らない。今、初めて、話す。何か問題ありますかって。そういうことですよね。で、このポストが昨日あったんですよ。で、まあ信者ですよ。いやーみたいな。ねえ、アンジーって言うんですよね。あの XY のファンの方って。ですよね。アンジーのファンの方も、ね、ヨシキさんどうなってるんですかって。もうあなた無理です。どっか行ってください。消えてください。みたいな。そんな感じですよね。でさ、これについて、まあ5チャンネル見ていこうと思います。事務所から、契約人数、減らせって、言われたんだ。まあそうだよね。ヨシキが、これ五兆さんでよろしいですよね。あの XY のメンバーの方ですよね。五兆を、気に入ったから、バランス、取れなくなったのに、プロデュース降りたら、誰が、コントロールするんだよ。五兆の、歌声は、好きだよ。ダンボが、合わないという意味で、言ってる。本人も、踊れないし、踊る気、ないから、違う路線で、歌いたいのが、本音じゃね。とにかく、プロデュースする、時間もないのに、安請け合い、するな。曲が、少なくて、本当、かわいそすぎる。ヨシキ、どうしちゃったの？何があったの？KY にした方、いいんじゃねえか。で、まだあります。手越は、4年も、地上波に、出てなかったから、年内は、手越一人での、露出で、XY の、名前を、世間に、広めていくんだろうね。大して、売れてもないのに、あんな大人数抱えて、ランナインやろ、事務所も、ある意味で、もう一度、チャンスをやるっていう機会なのに、こんなネガティブな、感情に、振り回されてる、場合じゃないよ。そもそも、ヨシキって、海外で、売れるグループプロデュース、成功させたことあるの？このグループ自体、ほぼ活動してないみたいだし、なんで、日テレは、こんなの作ったんだろうっていうことで。俺ね、この件に関して、まず言いたいのはさ、アホなやつが、ツイッターに多すぎるんですよ。アホなやつって皆さんも、まあ、見かけたことあると思うんですけど、XY の曲が少ない、ね、ライブの本数が少ない、メディアにあまり露出してないと、ね、XY の、全ての活動が、少ない原因が吉木ちゃまにあるんだと、ね、そのようなポストしてる頭の悪い奴ら多いと思うんだけど、お前ら大丈夫？働いたことないのかな？頭が悪すぎて、俺ね、この手の、ポストってさ、多くの方がしてるわけじゃないですか。でも俺は、絶対コメントしないの。必ずさ、後々、まあ、調べると、うわ、こいつ頭悪いな、バカ丸出しだわ、っていうやつが見えてくるから。そう、いいねつけることはあっても、あと自分ではね、そう、自分ではポストするんだけど、人のポストに対してコメントを書くことは、俺は 100% しない。で、まず言いたいのはさ、なぜさ、吉木様の責任なの？あ、プロデューサーだから
頭悪いな。働いたことある？だってさ、働いたことあるっていうことは、会社に勤めてる方いらっしゃいますよね。ね、会社って組織ですよね。で、XY って、プラチナムプロダクションなんですよ。確か。プラチナムプロダクションっていうレコード会社。で、プロダクションに、の事務所に所属してるアーティストなんですよ。え、どういうことかわかりますか？売れてる売れてないとかさ、俺その辺よくわかんないんだけど、好きにさ、自分のタイミングで、例えばね、XY のメンバーもスマホ持ってんじゃん。スマホ持ってるから、今日ライブ配信やりたいなみたいな。ライブ配信しよう。それできないんだよね。え、だから、組織としてさ、傷が入るかもしれないから。言ってることわかる？あ、例えば俺で言うよ。俺 YouTube やってんじゃん。で、YouTuber が、まあ、所属してる事務所って、もう、つまんねえ動画しか上げてねえじゃん。まあ、俺の中ではね、誰かとコラボしたり、どっか行きましたとかさ、なんか食べましたとかさ、なんか買いましたみたいな。なんか、平和ボケしてるみたいな。そんなつまんねえ動画しか上げてるやついないと思うんだけど、でも俺って、個人事業主じゃん。俺一人じゃん。だから、好きな時に、ね、好きなことを配信してできんの。俺って。で、その責任って全て自分に来るよ。自分に来るんだけど、まあ、誰にも文句言われることないっていうか、まあ、視聴者の方には、まあ、突っ込まれるよ。あ、こいつキモいとかさ。まあ、それはあるんだけど、まあ、会社じゃないから。そう、俺個人でやってるから、誰かに迷惑かけることは、ほぼないんだよね。で、あと一つ、まあ、例えを挙げますと、まあ、このチャンネルで、まあ、エクスタシーレコード紹介してますよね。まあ、エクスタシーレコード紹介してるんですけど、売れてるバンドって、X ジャパンとグレーとルナシーですよね。まあ、今は違いますけど。そう、今は違いますけど、当時売れてたバンドは、X ジャパンとグレーとルナシーですよね。仮に、僕が、そこから下のバンド、ね、そこから下のバンドに所属してる、ね、バンドマンで、ライブ配信するじゃん。ライブ配信今日やろうかなみたいな。俺明日誕生日だからライブ配信やっとこうみたいな。で、ライブ配信をやって視聴者の方からルナシーっていうバンドどう思いますかみたいな。で、コメントが届いてルナシーって口パクパク歌ってないよこいつらみたいな。そんなこと言えないの。組織として傷が入るわけじゃん。そう、だから、XY の所属してるプロダクションって、でかいからさ、まあファンの方には申し訳ないんですけど、ね、曲を出したからといって、ね、ヨシキちゃまが、まあ、プロデュースしてくれたからといっても、プロダクション、まあ組織の中では、1年数ヶ月よ、まだデビューして。ね、1年数ヶ月しか経ってないんですよ。で、そのような、まあ新人アーティストが、ね、何でもかんでもさ、SNS で配信できないんですよ。だって切り抜かれんじゃん。俺が例えばエクスタシーレコードで、ね、ルナシーって口パクパクとか言うわけじゃん。で、この部分を切り取られて、もう SNS に上げられるわけじゃん。そう、だから、難しいんですよ。XY のメンバーから、ね、コメントがないとかさ、ね、曲がないとかさ、ライブ活動が少ないとかさ、すべてヨシキシャマの責任っていうのは、これ大きな間違いだからね。俺ね、そのようなコメント書いてるやつが、まあ、腐るほど言ってさ、こいつら本当頭悪いなと。だってそう思いません？会社っていう組織にね、所属してるんだったら、ね、自分がさ、個人事業主だったらさ、好きなタイミングに、まあ好きなことを、まあ配信できると思うよ。まあ俺みたいにね。そう、俺みたいに配信できると思うんだけど、自分が、平社員だったらさ、ね、自分がスマホ持ってる、PC 持ってる、で、ね、何か悪口を書くわけじゃん。え、そこ切り取られたりさ、検索かけられたら、で、会社に、まあ傷が入るでしょ。まあ、自分一人の責任ではないでしょ。ね、周りの人にも迷惑かけるでしょ。だから組織ってめんどくさいんだよね。わかった？でね、俺さ、手越くんのライブ配信を見たんですよ。インスタライブ。そう、インスタライブ、昨日ですね。そう、10月の28日にインスタライブで、まあ、XY に、まあ、加入することになりましたと。ね、で、そのことについて、36分ぐらい、インスタライブで話してたんですよ。で、まあ、それを聞いて、納得だな、みたいな。はい、ご覧になってない方は、違法アップロードです。
そう、違法アップロードをね、している方がいらっしゃるんで、まあ、これを、まあ、聞いていただければ、まあ、納得する方もいらっしゃると思いますよ。天星くん加入について。天星くんは、まあ、芸能歴長いわけじゃないですか。ね、アイドル人生が二十数年ですよね。まあ、4年間、地上波には出てなかったかもしれないですけど、もう二十数年間、アイドル人生ですよ。で、芸能界を、まあ、知り尽くしてるまでは言わないですけど、その、大人の事情でさ、言いたくても、ね、なんか、しがらみだったりさ、自由に配信ってできないわけじゃん。声出せないわけじゃん。で、例えば、まあ、XY のメンバーが、YOSHIKIさんに曲出してくださいとかさ、ね、ライブブッキングしてくださいって言えないじゃないですか。で、天星さんは、その、橋渡しというかさ、ね、その役目をやるみたいな。そう。で、インスタライブで、XY のメンバーと、まあ、全員ではなく、一人一人と、そう、一人一人と向き合って、本音で、話してるらしいですよ。そう、内容は言ってなかったんですけど、まあ、自分が XY に加入するにあたって、どう思うみたいな。そう、一人一人と、そう、話してるみたいな。はい、そのような、まあ、ライブ配信だったので、気になる方は、まあ、違法アップロードなんですけど、まあ、こちらの動画を、ご覧ください。で、戻ろうと思います。はい、まあ、YOSHIKI ちゃまなんですよねプロデュースを抜けますと、私は放棄しますと。はい、ゆうやくん俺がみたいなこれさ、被害者だよねだってさ、天星くんのライブ配信が10月の28日なんですよ。で、このポストって、まあ、昨日なんですけど、天星くん知らないと思うんですよね。まあ、今は知ってると思いますよ。そう、今は知ってると思うんですけど、なんかさ、やりとりとかしてんのかなねえ、でもさ、まあ、この件だけじゃないけど、龍玄さんや、まあ、仙人もそうじゃないですか。まあ、そのツイッターを通してさ、ねえ、コメントするわけじゃん。ポストするわけじゃん。これやめた方がいいよね。って思いません？まあ弟の、まあ、クソメガネと同じで、まあ、兄弟揃って、まあ、似てますよね。で、次に紹介するのは、アンジーですね。まあ、アンジーって XY のファンの方です。まあ、XY の、ファンの方のポスト、紹介しようと思います。いや、みんな知ってる話です。最終審査の時に、もっと、減らしてほしいと、スタッフに、言われたのに、Y は、YOSHIKI ちゃまです。13人にして、自分勝手に、2つの、グループを、作ったんですよ。その後、放置。Y さん、放送見てないから、知らないようですね。で、このポストに対して、強く言ったんですね。ね、ツイッターで、ネットで悪党退治が趣味らしいです。特技らしいですから。で、減らしてほしいと、言われて、また、手越優也、増やすって、何なの？で、強くさんが、嘘ついてまで、叩くの、すげえ、嘘吐きな、ポストで、びっくりしたんですけど、何が、嘘なんですか？あんたに、何がわかるんで。ヨシキちゃまの信者がさ、ね、ヨッちゃんを守ろう守ろうって、ヨッちゃんをいじめないでって、ね、あなたたちは誹謗中傷だ、ネットリンチだ、みたいな、騒いでるんですよね。もうめんどくさいんで、僕は出さないです。しょうもないポストするだけですよ。クソ自身の信者は。で、最後に紹介するのは、メンバーの方ですね。はい、こちらです。はい、ガイさんっていうメンバーの方です。ボス、話し合いませんか？体調が、気になりますと。返信はないですよ。あ、わかんないです。DM や、まあ、携帯で電話、連絡があるのかもしれないですけど、まあ、Twitter を見る限り、まあ、返信はないですね。ボスって呼んでるんですね。話し合いませんかって。ねえ、まあ、今日じゃないですか。まあ、今日、まあ、ほぼ明日なんですけど、ね、深夜。ね、発表というかさ、YOSHIKI ちゃまが首の手術をする前に取り終えてるはずなんですよ。そう、取り終えてるんで、今回紹介したポストの内容は、まあ、映像で見ることはないんじゃないですか。まあ、聞くことはないと思いますよ。ねえ、まあ、今ツイッターを見ても、YOSHIKI ちゃまから、まあ、最新のポストはないんですよ。
で、皆さんは、まあ、どう思ってるかわかんないんですけど、まあ、数日前に、まあ、吉木ちゃまは、XY に、急遽、メンバーが、追加で加入しますと。で、そのメンバーっていうのは、テモンさんです。皆さん仲良くやってくださいと。で、昨日ですね、昨日いきなりさ、プロデューサー辞めることになるかもと。ね、お幸せに、あとは任せたよ、ゆうやくん、俺は知らねえから、みたいな。ね、この件に関してはえって思いますよね。お前本当に大人なのみたいな。58年59年間どう生きてきたの君みたいなって言っていいですよね。説明しろよ吉木ちゃまみたいなね、クソ寿司があって、それは皆さん声を上げてもいいと思いますよ。何企んでんだろうな、ね、ツイッターを見るとバカどもが騒いでるわみたいな、思い通りだみたいな。俺の手のひらで転がしてあげてるみたいな、そう思ってんのお前。ねえ、ここからどうプラスに持っていくんですかね。プラスに持っていけない、いかないまま、まあ批判されたまま俺は自分の仕事をするみたいな、俺はレコーディングで忙しいですよみたいな。俺の仕事の中にさ、 XY をプロデュースするっていう仕事は入ってなかったのね、お前に聞きたいんだけど。XY はどうでもいいって。かわいそうだよねメンバー。はい、そこは僕は思います。はい、っていう感じになります。まあ、皆さんも、まあ、いろんな意見あると思いますね。YOSHIKI さんが正しいとね、逆に、まあ、僕みたいに、まあ、僕は、まあ、昔からじゃないですか、YOSHIKI ちゃまのね、今になって始まったことじゃないと思うんで、またこいつね、なんかやってるなと、バカじゃねえよこいつみたいなって思ってるんですけど、何かありましたら、まあ、コメント欄に、よろしくお願いします。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。